シンクレール QL は1984年にシンクレアリサーチが ZX スペクトラムの後継として発売したパーソナルコンピュータ。QL はクアンダムリープの略。ホビーストやスモールビジネス市場をターゲットとしていたが商業的には失敗した。リナックスの作者であるリーナ・ストーバルズは少年時代にシンクレール QL を持っていてこれでプログラミングを学んだ。 内部背面 QL は1981年 ZX83 のコード名で構想された。ビジネス用のポータブルなコンピュータを想定し、長薄型の CRT ディスプレイ、プリンターとモデムを装備する設計だった。開発が進んで ZX83 から ZX84 になると、ポータブルにするのは困難だということが明らかになり、通常のデスクトップ型に、 方針変更した。モトローラ68008プロセッサをクロック周波数 7.5MHz で駆動し、128KB の RAM を搭載し、専用ディスプレイ、またはテレビに接続できる。ZX マイクロドライブを2台内蔵している。当時、他社ではより高価なフロッピーディスクドライブを採用していた。インターフェースとしては、拡張スロット、ログカートリッジスロット、 RS-232 ポート2つ、独自のクランランポート、ジョイスティックポート2つ、外部、ZX マイクロドライブ用バスがある。表示モードは2つあり、256-256ピクセルで8色か、512-256ピクセルで4色である。どちらのモードでもメインメモリ上の 32KB をベレムとして使用する。 ベレムを2つ用意して切り替える機能がハードウェアにあり、ダブルバッファリングが可能である。ただしこれは標準の1 2 8キロバイトの半分をベレムに使用することを意味し、QL の本来のファームウェアではこの機能を提供していない。本来のオペレーティングシステムであるクドウスの代替として、後に登場したミネルアでは2番目のベレムもサポートしている。内部を見てみると、 CPU の他に2つのゲートアレイ、インテル8049マイクロコントローラがある。ZX8301 は、画面表示と DRAM リフレッシュを担当し、ZX8302 は RS、RS-232 ポート、マイクロドライブ、クランポート、リアルタイムクロック、8049を制御している。8 4 9はキーボード、ジョイスティックインタフェース、 RS-232 オーディオを担当している。マルチタスク型オペレーティングシステムクドウスはベーシックインタプリタスパーペーシックと共に ROM に格納されている。QL にはサインが開発したオフィススイートも同梱されていた。シンクレアは GST コンピュータシステムズに OS 開発を委任していたが、結局は自社製のクドウスを搭載して出荷した。 GST の OS はティムワードが設計したもので後に 68KOS としてアドオンロムカードの形で発売された。GST が QL 向けに開発したツール群は後にあたり ST に移植されこちらでは GST のオブジェクトフォーマットが標準となった。見た目は ZX81 や ZX スペクトラムと同じ黒を基調としていたがデザインは よりかどばっていて、後の ZX スペクトラムでも同様のデザインが採用された。マイクロドライブカートリッジに格納されたバンドルソフトウェア QL は68キロ系プロセッサを搭載したコンピュータとしては世界で初めて大衆市場向けに発売された製品だった。大急ぎで生産したため、マッキントッシュの1ヶ月前、あたり ST の約1年前に発売できた。 クロック周波数は似たようなものだが、バスが8ビットで ZX8301 がサイクルスチールするため、性能は良くなかった。1984年1月12日に発売した時、大量生産の準備はできておらず、完全動作するプロトタイプも存在しなかった。それでもシンクレアは受注を開始し、28日以内に届けると約束した。しかし、 生産はなかなか軌道に乗らず、出荷はやっと4月になって開始できるようになった。このため同社には批判が集中し、広告基準協議会が注目するようになった。発売を早まったため、QL は当初から様々な問題に苦しめられた。初期の QL に搭載されていたファームウェアは完全版ではなく、特にスパーアーシックにバグが多数存在していた。 ファームウェアの一部は当初内蔵されていた3 2イトのロムに収まらず、1 6イトのロムカートリッジを装着する必要があった。また、マイクロドライブの信頼性が低かった。これらの問題は特にサムスンが製造したモデルで改善され、購入後のマシンもアドマンサービスや TF サービスといった企業が回収した。 これにより17年間もマイクロドライブが問題なく動作したという報告もあるが、すでに形成されたネガティブなイメージは払拭しようもなかった。当時としては高い価格性能費が宣伝されたが、販売には結びつかず需要がないため、イギリス国内での生産は1985年に終了した。1986年4月にアムストラトが シンクレアのコンピュータ部門を獲得すると QL は正式に販売終了となった。信頼性問題とは別にターゲットとしていたビジネス市場は IBM PC に接見され ZX スペクトラムユーザーはゲームがほとんど移植されていない QL には移行しようとしなかった。また、標準的でないマイクロドライブと使いにくいキーボードもビジネス市場で敬遠された理由である。また、 見た目が ZX スペクトラムに似ていたためビジネス市場からは玩ンのようなものとしか見られなかったソフトウェア企業も配布媒体としてマイクロドライブを使用する必要がある点からソフトウェアの移植を敬遠した QL の基本設計及び ZX マイクロドライブは i イシェ l のワンパーデスクに使われ b t グループではマーラントンとテレコムオーストラリアでは コンピューターホーンの製品名で販売された。シンクレアリサーチと ICL と BT の3年間の協業の結果、キーボードの横に受話器がついた装置と基本的な CT ソフトウェアが完成した。この奇妙なマシンは多くの有名企業の興味を引き、英国関税消費税庁のとある部門でも採用した。しかし、成功したとは言えない。 1980年代末頃には、イギリス各地のビンゴホールで、ネットワーク型ビンゴに使われていた。アムストラットが QL を廃止すると、QL の周辺機器を製造していた企業がその隙間を埋めようと動き出した。ケンブリッジシステムズテクノロジーとダンソフトは、そうという互換機を開発し、ミラクルシステムズは、プロセッサ、メモリ用、アップグレードカードやエミュレータを開発した。 首ソフトとオーロラは QL のマザーボードの代替品を開発し、新たな高解像度グラフィックスモードをサポートしていた。1990年代末になると QL と一部互換なマザーボード Q40 と Q60 をピーターグラフが設計し、D&D システムズから発売した。これらはそれぞれ m c 万八千四十と m c 万八千六十を CPU として使い、 オリジナルの QL より、はるかに、高性能で、オリジナルにはない、様々な機能を備え、Linux が動作する。アドオンハードウェアも TF サービスという企業を中心に、製造、販売が続けられている。クドウスのパッチ適用版もいくつか製造されたが、ミネルアは、完全に書き直された OS として発展していき、高性能と、マルチタスク型スパーペーシックインタプリタを提供した。 クドウス設計者、トニー・テビーは別の OS、SMSQE も開発した。こちらは2002年まで QL 及びエミュレータ向けに、テビーが開発を続け、現在ではソースコードが公開されて、ボランティアによる開発が続いている。ありがとうございます。